い、どうも、両マインカップルのマイです。リョウです。はい、本日の企画は、今日は私何も知らなくて、何ですか本日の企画は、はい、マイちゃんの携帯の検索履歴を抜き打ちチェックしましょう。消したらあかんね、意味わかれへんねんけど。消したらあかんね、え、普通に嫌やねんけど。消したらあかんね、え、ほんまに無理ないか。消したらあかんね、なんなんそれ。え、なんかさっきまで運行しててんけど。なんなんすか、流したのちゃんと。流したよ。絶対臭いやん。いや、お前やん。次入られへんやん。自分いつも残りカスやばい。何ね、残りカスって。ちゃんと流せてないって言って。いつも流してない。で、なんなん流してる。はい。検索履歴をチェックしていきたいと思いまーす。イエーイ、別なこと大丈夫。待って。え、何何何何何何何なんなん一体。なんか多分、しかも消してないから、めっちゃ残ってんねんな。行きましょう。パスワードは知らんやん。ちょ、マジで嫌やん。ちょ、一回確認して、絶対消さへんから。わかった。絶対消さへん。うん、わかった。はい。じゃ、こう、ポンって押すだけ。サファリをポンって押すだけやから。はい、うん。まあ、これは、まあ、今表示したのは、1200ドルとか。そうです。まあ、これはね、あの収益の確認とか。収益の確認をする、そのドル計算をしてました。はい。はい。え、でも多分大丈夫やんかな。どうやって見んの？はい。え、めっちゃ嫌やねんけど。昨日の朝、ポケモン調べてますね。ジェラピケポケモン。まあ最近新しく出たんでね。まあ TikTok ともコラボして。いや、ちょっと欲しかったんで、調べただけ。まあ次に、まあ、レディースファッション。あのグレイルさんの、服を見てました。はい、服を見てましたね。はい、倖田來未元彼ソング。じゃあこれは、じゃあこれ説明させて。これはその配信してて、その歌を歌う配信してて、あの曲何やったっけっていうので、ちょっとワードで調べただけです。はい、カメムシ大量発生大阪。どんだけカメムシ嫌やん。おってもええやんけ。いや、今カメムシやばいから。はい、次に何ですかこれは。何ですか。 SNS で知り合ったご近所の美人ママ友をいただいちゃった。何ですかこれは。えって、マジで、えって、何ですかこれは。じゃあ、でもタイトルで決めてないけど、ここは見れるんてか、消してても。立て続けに義理の姉がマッサージ師とファックする。何見てんねん。何見てんねん。いやいや、いいやん。じゃ、こんなんじゃ、はずいねんけど、普通に。はい。長い髪の日本人湯たんぽが。なんでこんなん見れるの？やってほしいねんけど。前、これ、まあ、青春派で売ってんのにさ。どこが青春派やの？ほんま、青春派で売ってんのにな、みんな。なんでこんなんいっぱい見てるんですか？いや、それは、もう、一人でするじゃないですか、やっぱり。はい。一人でするときはもう、こう決めてるんですよ、その X さんに。お世話になってる。お世話になるっていうのは、私のルーティンで、お世話して、気合入ってっていう。とか、今日一日終えたなとか。終えたなと頑張りますし、じゃあもう一回ちょっと今日も頑張るか、その、前段階でやる場合もあるし。はい。題名とかも見てないですけど、何してるんですか？嫌やな、もう、こんなんばっかですいません。何？何やねん。素敵なシャワーの後お。いや、これ、ね、全部ね、正直ね、もうやりたい願望とかじゃないっすよ。そのほんまあんま見てない。これはもうたまたまそれを、それタイトルやったってだけで、そういうのが好きとかじゃないっすよ。みんな。勘違いするんじゃん、あんまり。もうないんちゃいます？これは。タイトル。爆乳就活生。超絶 G カップ。リクルートスーツに来た男性にやられる。
あの誰か助けてくれませんか。いいやん、やってみや、リクルートスーツ買ってきてやん。俺がリクルートスーツ買ってくる、うん、リクルートスーツなんか着て、スーツ着てもうたら何回やらなあかんねん、一日に5、6回ちゃう。5、6回ってやばいやん。いけるやんの、勝利。無理、甘えてるわ。何に甘えてる。じゃ、なんか付き合って3年経つ、もうすぐやけど、そのちょっと軽くしすぎ、ちょっと軽くやばい。何軽くしすぎ、なんか適当にしすぎ。何適当にしすぎって。なんかもうちょっとこうコアなこととかしていった方がいいと思わへん、みんな。みんなどう思う。いや、自分なんかもうその昼間ちょっとこっち来てとか言って俺の手掴んで、ああ触らしてみて。全部作り話です、これ。全部作り話、今の。ガチガチです。これ嘘ですよ。はい、そんなそるわけじゃないじゃないですか。つい昨日の話です。なんかそうしたことないんで、さばいたよなと思って気使ってるんですよ、こっちは。結局もっとさ、ちゃんとしたやつあるよね。バズる一文とかって、うん、あ、たまにはやっぱりまともな、うん、ところもありますね、うん、あ、韓国ドラマ歴代視聴ランキング、うん、うん、あれやん、ありますね。あ、また出てきました。もう卑猥なの。もうカットします。まあ、あとは韓国料理、プロカンジャンケジャンとか。あ、そうそう、韓国好きなんだよ、私。はい、はい、ですね。なんなんですか、これ。恥さらされて、こっち。はい、恥さらされて。こんな検索ばっかすることになってしまったんでしょうね。あなたのせいです、全部。マイクが一人でせえへんでもいいような環境作りをするのはそっちなんで、やっぱりこの検索結果の履歴の、検索履歴の結果は全部あなたのせいです。マイコはこんな検索せずに生きていけるように、生活生きていけるように、真っ当な検索履歴になるような活動してください、行動してください、マイコのために。彼女がこんなんで嫌じゃないですか。今日はもう約束してるからね、そもそも今日は検索履歴増えることはないです。今日はやるんで。あ、今日は増えることないねんな。今日は増えることない、やるから。でもたまにそのやった後も自分でするときありますけど。追い打ち。じゃ、めっちゃ早いから。何ですか。早いや。ら、うさぎ男って言うの。うさぎ男、ハッシュタグうさぎ男。ハッシュタグうさぎ男。っていうことで、なんか嫌なんやけど、この感じ。いや、今日は、まあ、こういった、まあ、ドッキリじゃなくて、まあ、抜き打ちチェック。え、これ逆もあり。ええよ。お前絶対備えて消すやろ。いや、こいつ絶対備えて消すわ。俺は、あの、なんて言うんだよ、そのキャッシュとかが溜まるから一気にこう全部消したりする。その、いや、それなしにして。で、たまた重なっていくやん、携帯が。知らん、そう、重ならへんよ、こんなぐらいだったら。いや、なる。まあ、そういうことで消すの禁止ね。はい、で、そちらも消すの禁止ね。もう消してないよ。忘れた頃に。消し方も分からへんし、まあ、忘れた頃にチェック。ということで、まあ、ちょっと今までドッキリとかそういうことをやってなかったけど、まあ、これからはちょっとやっていこうと思うので。めっちゃ生活しづらいやつやん。よろしくお願いします。お願いします。皆さん、もっとなんかこうしてほしいとか、ああしてほしいとかあったらコメントしてください。はい、以上、ヤマイカップルのマイでした。どうでした。バイバーイ。